どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、また、ユナイテッド航空のねマイレージプラスで、バイマイルキャンペーンね、最大 85%、ボーナスマイルキャンペーンがね、来ましたので、今回ね、解説、やっていきたいと思います。いや先月結構何回かあって、まあ、今月ねまた、入りまして、またキャンペーンね、始まっております。まあ、とうとうね、来週から、県をまたいだね、移動の自粛も、解除になるということなんで、ユナイテッド航空のねマイレージプラス、まあ、今回バイマイルキャンペーンですけども、まあ、こちらね取得考えてる方ねいらっしゃるかなと思いますんで、ぜひね参考にしていただけたらなと思います。ではね、まずユナイテッド航空のこのマイレージプラスについてね解説していきたいなと思うんですけども、まあ、ここの部分はですね、あの動画でね毎回解説入れさせていただいておりますんで、もしねここ飛ばしてみたいという方は動画の概要欄にね目次つけておりますんで、そちらでね分と秒で次の項目ね飛ぶことができますんで、もしねあのこちら毎回見てるよみたいな感じな方いらっしゃいましたら、目次部分からね移動していていただけたらなと思います。で、マイレージプラスについてなんですけども、特典航空券がね、誰でも発券することが可能です。ANA とかね、JAL のように親族でないとね、発券できないみたいな縛りはありません。次に、マイルの有効期限が無期限。有効期限はね、昨年だったかな。有効期限なくなりました。次にですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスで、ANA のね、特典航空券を発券することができます。まあ、これがね、とても人気な理由で、また ANA マイルで ANA の飛行機を取るより、ユナイテッド航空のマイレージプラスで ANA の、ね、国内の特典航空券を取る場合なんですけども、 ANA マイルより、ね、少ないマイルで発券することが可能です。必要マイル数なんですけども、距離にして800マイル区間は、5000マイルから5500マイル、場所でいうと、羽田から福岡、大阪から那覇、羽田から札幌、大阪から札幌みたいな、そのぐらいの、800マイル区間、まあ、距離でいう800マイル区間はですね、5000マイルから5500マイルで、利用することができます。また羽田から沖縄みたいなね、801マイル以上の区間はですね、8000マイルから9000マイルで、利用することができます。で、特にねこのユナイテッド航空のマイレージプラスっていうこのマイレージサービスがね、まあ、とてもおすすめっていう方は、伊丹空港がねメインで利用されている方は、まあ、沖縄、福岡、札幌ね、まあ、基本的な、まあ、日本国内遠距離でも、5000マイルから5500マイルでね、発券することができますんで、伊丹空港は、ね、拠点だよっていう方はね、ぜひねこのユナイテッド航空の、ね、マイレージプラスね、あの貯めることをお勧めしております。でまたね、このユナイテッド航空のマイレージプラスで ANA のね、特典航空券、国内の航空券ね発券することができるんですけども、あの発券する場合なんですけども、経由便っていうのがね、発券することができます。まあ、羽田から、札幌の場合ね、羽田、大阪、札幌みたいな感じでね、大阪をね挟むことができるんですよね。まあ、こういう経由便の、フライトであっても同じマイル数でね取ることができるんですよね。まあ、もちろんこれ ANA マイルで取ろうとする場合、もちろん羽田から大阪、大阪から札幌みたいな感じで、まあ、別々でね必要マイル数かかるんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスで、発券するとですね、まあ、こういう経由便も、同じねマイル数で利用することができるんですよね。まあ、私みたいにねステータスを持たれている方であれば、大阪のねラウンジとかもね、まあ、利用することができますし、そういう何ですか、空港のね設備をねあの利用するっていうこともねできちゃうわけなんですよね。もちろんあの大阪でねしばらくな数時間とかね遊ぶこともできますんで、あの一晩ね大阪で遊んで、まあその次にねあの札幌の旅行を楽しむなんてこともねできちゃうわけなんですよね。次に ANA 側ではですね、半年先の国内の特典航空券っていうのは、まあ、発券できないようになってるんですけども、なぜかねこのユナイテッド航空のマイレージプラスだと、半年以上先のね飛行機も抑えることができます。まあこれはねなんでできるかわからないんですけども、まあ、国際線扱いになっているんではないのかなと思うんですけども、まあ、こちらねあのユナイテッド航空のマイレージプラスだとそういう制限がなくね発券することが
できます。で次にね、特典航空券を発券する場合なんですけども、発券日から20日から30日以内の発券になるとですね、緊急発券手数料っていうのがね必要っていう風になっておりまして、まあ、本来5000マイルから5500マイルぐらいでね利用することができるんですけども、この緊急発券手数料っていうのがね3500マイルね別でかかってきてしまいますんで、まあ、その点はね覚えておいてください。まあ、結構もったいないんでね、まあ、30日以上前にね予約することをお勧めします。で次に変更キャンセルなんですけども、搭乗から60日以上前なら75ドル、60日以内なら125ドルっていう風になっております。ユナイテッド航空の場合ですね、国際線利用の場合、まあ、今ね6月で、燃油サーチャージね国際線 ANA でも JAL でもかからないんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスは基本的に燃油サーチャージがねかからない、マイレージサービスになっておりますんで、まあ燃油サーチャージがね、まあ、とても高い時期でもこの燃油サーチャージはね、まあ、必要ないっていう風になります。ですけどもこのユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは ANA のね国内線の特典航空券を利用する際は、まあ、必要マイル数がね少なくてすごいおすすめできるねマイレージサービスなんですけども、これがね国際線とかになってくると、まあ、一気に必要マイル数が上がったりして、まあ私のね、まあ、大好きなニューヨークとかで見ると片道でね8万8000マイルとかかかるんですよね。まあこれ ANA で取ろうとすると、まあ往復でね、8万マイルからね、ビジネスクラス発券できたりしますんで、まあこのぐらいね、差が出てしまうっていうのはね、ユナイテッド航空のマイレージプラスの国際線のビジネスクラスっていう感じになりますんで、まあどちらかというとね、メインは、ANA のね、国内線の、特典航空券がね、まあ、メインの利用がね、まあ、一番お得かなっていうところなんですよね。それではね、今回の、キャンペーンの概要ですね。期間が2020年の6月21日までの、キャンペーンっていう風になっております。で、ボーナスマイルは1アカウントにつき年間17万5000マイルまでが対象。購入したマイルの付与時期は購入してから48時間。ボーナスマイルについてなんですけども、購入するマイルがね、少なすぎると、ボーナスマイルがもらえなかったりとか、85% をね、下回ったりしてしまいますんで、ここはね、特に注意してくださいね。1から4000マイルまでは、ボーナスマイルなし。5000マイルから1万4000マイルはボーナスマイル 30%。1万5000マイルから3万4000マイルまでがボーナスマイル 50%。3万5000マイル以上が、ボーナスマイル 85% という風になりますので、まあ、3万5000マイル以上ね購入すれば 85% はね保証されるんですけども、それ以下だとですね 50%30% っていう風になりますんで、この点はね気をつけてください。で今回ね3万5000マイル以上の購入で 85% ボーナスマイルということで、3万5000マイル購入でねちょっと試算してみたんですけども、3万5000マイルをね購入すると2万9750マイルがねボーナスマイルで付与されますんで、合計で6万4750マイルが付与されるということで、購入金額はね13万9297円ということで、マイル単価はね、まあ、2.1 円ということで、まあ、一般的にね1マイルの単価ってまあ2円程度って言われているので、ギリギリっていうところですかね。今回ね3万5000マイル分購入すれば、まあ、大体6万5000マイル分まあ獲得することができますんで、まあ、東京、福岡、札幌とかだとね13回分利用できますんで、まあ、1人だったらね6往復半、ご夫婦とかねお二人の旅行であれば、まあ、3.5 往復分っていう感じでまあ利用できますし、ユナイテッド航空のねマイレージは先ほども言いました通り有効期限がないので、定期的にね旅行行かれてるようであれば、まあ、今回のチャンスでね、まあ、買っとくのも別に、悪くはないかなっていう感じなんですよね。この現金でねこの羽、東京札幌とかをね発券すると、まあ、大体ね5万2000円ぐらいねするんですよね、2人分でっていうことなんで、まあ、これをね3回って考えれば、15万超えてきますんで、今回のキャンペーンのボーナスマイルで購入するのであれば、現金で購入するよりかは、まあ、マイルで、マイルを購入してね
取った方がお得にはなるっていう感じになりますね。最後にですね、ユナイテッド航空のね、公式サイトにも書かれているんですけども、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスの購入についてなんですけども、アメリカ版のね、ポイント、サイト、トップキャッシュバックっていうところを、まあ、経由してね、購入すると 2.5% の還元を受けることができるんですよね。これはもうまさにね、日本のポイントサイトと同じような仕組みになっておりまして、まあ、今回ね、3万5000マイルね、購入で計算した場合、13万9297円ということなんで、まあ、それの 2.5% ということで、3482円分のね、ポイントが、まあ、ポイントバックっていう感じになります。まあ、これはね、ポイントで、まあ、バックされるんですけども、まあ、これはね、PayPal経由でね、銀行振り込み等々もできますので、もしね、ユナイテッド航空のマイレージプラスね、購入する予定があるのであれば、このトップキャッシュバックね、使い方ね、とても簡単っていう風になってますんで、検索バーでね、ポイント .com っていう風にね、検索していただくと、ユナイテッド航空のね、マイレージプラス出てきますんで、まあ、こちらからね、普通に飛んで購入するだけですんで、購入されるのであればね、ぜひこちらね、経由して、利用するようにしてください。いかがだったでしょうか。今回はユナイテッド航空のねマイレージプラス、バイマイルキャンペーンね解説させていただきましたけども、前々回がね、まあ、100% でその後 70% だったと思うんですよね。で今回がまあ 85% ということで、また 100% で来るかどうかね、正直ねわからない部分ではあるんですけども、まあ、今回ね 85% ということで、まあ、かなりねパーセンテージは高くなっておりますし、県をまたぐね自粛もですね解除になっていきますんで、まあ、このタイミングでね旅行される方、まあ、かなり多いと思いますんで、まあ、今回このキャンペーンでね購入するのも全然いいんじゃないかなと思いますんで、利用される方はですね一応検討してみていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういった、各種マイレージですね、あとマリオットボンボホテル、お得情報、クレジットカード、発信させていただいておりますんで、ぜひね、チャンネル登録してない方はチャンネル登録していただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。